こんにちは、Bレジェンド上野です。 Bレジェンド大林です。はい、ダンベルベンチプレスのフォームの解説をしていきたいと思います。ダンベルベンチプレスは大胸筋を鍛える種目になります。まあ、胸の種目で特に人気があるのがバーベルを使って行うベンチプレス、これが人気なんですが、まあ、バーベルで行うベンチプレスの方がトータルで扱える重量としてはやっぱり高くなります。しかしダンベルで行うベンチプレスというのは、まあ、左右で動きがかなりゆとりがあると自由度が高いので、例えばバーベルでベンチプレスをするときにちょっと肩が痛いというような方であっても、手首だったり肘の調整でができるこのダンベルベンチプレスだと痛みがないというような場合もありますので、そういった方にバーベルベンチプレスの代わりとして使っていただける種目、になります。まあ、もちろん、バーベルのベンチプレスとダンベルのベンチプレスを組み合わせてメニューを作るというのも、非常に効果的です。そういった面でいろんな、局面で使える、種目かと思います。それでは動作の解説をしていきたいと思います。まずは、シートに腰をかけて、ダンベルを膝の上に、乗せてスタンバイします。でその状態から体をシートに預けるように寝転がります。はい、で、そこから、足を下ろしてもらってダンベルを上に構えます。膝の上にダンベルを、置いてスタートポジションに持っていくという、まあ、テクニックをオンザニーと言いまして、軽いダンベルであればまだ必要性は薄いんですが、重たいダンベルであればこういう方法でないと、安全に扱えませんので、普段から軽い重さであってもそこは、癖付けをしていただいた方がいいかなと思います。はい、では動作していきます。この時に胸を張って肩がすくまないように、ちょっと首を長く保つように構えます。でその状態からダンベルを下ろします。はい、で上げます。動作としてはこのように、名前の通りダンベルをこうプレスしていくような、動きになります。で下ろした時に胸の筋肉が伸ばされている感じがあれば OK です。はい、で注意点、この時にダンベルを握っている前腕部分、これが床と垂直になるように構えましょう。例えばこの前腕がこうなったりこうなったりこうなったりすると、怪我の元になります。なので床との垂直というのは常々気をつけていただけたらと思います。で、この時ダンベルを握る時にちょっとハの字に構えていただく方が、刺激として入りやすいですし、肩の動きとしてもスムーズになりますので、ちょっとこの角度自体はご自身で調整していただくことになるんですが、ちょっとそういう意識を持っていただけるといいかなと思います。で終わる時です。同じようにダンベルを立ててもらって膝を持ってきてダンベル、ももに当てて起き上がります。オンザニーここまでです。ダンベルベンチプレスの動作の紹介、以上となります。